はおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。先日2回レベル上げの動画を出したんだけども、その動画に対してちょっと修正があります。すいません、修正があるんですよ。ちょっとね、コメント欄で教えてもらって、まあ、確かにその通りだなということで気づきました。まずこの敵を倒していくルートとかは一緒なんですよ。それに間違いはない。一番美味しいのは、前日の動画で出したレベル上げ動画、あれでルートはね全く間違いないんだけども、一番最後にちょっと修正があります。それがですね、まあとりあえずずっとぐるーっとね回ってきたと仮定しましょう。ぐるーっと回ってきました。で最後ここに着きます。最後ここのディノバルドを倒して終わりだよね。ぐるーっと回ってきて12回戦闘をして最後のディノバルドを倒しました。まあ、そういう体で行きましょう。そういう体で見てくださいね。最後のディノバルドを倒しました。で、そして、俺動画で、こういう風にね、ずーっと戻って、で、それで出口のところで、5階層に戻ったと思うのよ。5階層に、こう行って、で、5階層に入って、で、また戻ってきて、2周目スタートみたいな感じで、うん、1周5分で終わったよーっていう感じだったんだよね。でも、それが、ちょっと修正です。修正があります。ここ、ディノバルドを倒しました。倒しましたらば、プラスボタンで、猫タフのところに、ファストトラベルしましょう。ファストトラベル。そしたらば、こっから、また用意どんで、スタートが切れます。うん。要は、昨日5分で15万経験値ってやったけども、実際、その猫タフのファストトラベルを使えば、4分です。4分 !1 分短縮できました。この1分って結構でかいよ。結構でかい。4分間で、15万経験値入手できるようになるので、これでやっていきましょう。ただ、レベル上げ。俺今80代に入ったんですよ。レベル80代に入った。えぐい !80代、えぐい。もうね、なんだろうな、ちょっと悪意すら感じる経験値量なんだよね。すごいのよ。あのね、79から80までは140万ぐらいだったのね。140万ぐらい。でも、80から200万超えた。必要経験値が。なんだそれ。1.6 倍か 1.7 倍増えとるやないかと。さすがに、びっくりした。うん。あ、そんなには増えてないか。うん。140万から、200万だから。あ、でもまあ相当増えてるよ。1.4 倍ぐらいか。にはなってるんで。まあ、とんでもない、必要経験値ですけども、頑張って、私99までやっていきます。チェックをよろしくお願いします。はい。まあ、とりあえず今日の動画は、ちょっと修正があるということで、一番最後、ディノバルドを倒した後に、猫タクのところまでファストトラベルをすると、1分間、さらに短縮ができて、4分間で15万の経験値を入手することができます。この1分間っていうのが、めちゃくちゃ、大きいので、これぜひやってください。まあ、もしかしたらね、もうすでに知ってたよっていう人は、そのままやってくださいね。はい。
それではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。